四門出遊を描いた絵画、チャンダカが御者を務めている車徳は、釈迦の弟子。釈迦の弟子で、チャンナという同名の弟子は四名いたと言われる。釈迦が出家する際に、白馬、剣のを剣引したバーテイチャンナと六軍区の一人で、悪行が多かったチャンナは共通のこと説が多く、同一人物と言われる。チャンナは、釈迦と同じ日に生まれたという。 釈迦物が太使寺の重木であるがクシャトリアとも言われる。シッダルタ太使がカピラ城をチャンナと共に出城し東方のアノーマー川にて停発し出家した。その際、チャンナに奉還、遺体、奉仕を渡し白馬カンタカを牽引して城へ帰さしめた。マカ奏技律ではマカ、カシの後に続いて順に出家したとされるが、一般的には釈迦物が 故郷カピラ城へ帰った際に出家したと言われる。チャンナは自分がクシャトリアであり、普通と最も親しいものであると思い込んでおり、しばしば悪口を働き、そのため悪性者得、あるいは悪口者得と言われた。シャリホツやメレンに対しても嫉妬し悪口を言い、釈迦物も幾度も彼に注意したが、その場ではおとなしいが、しばらくするとまた悪口を言うことを繰り返した。 また、戒律を犯しても認めようとせず、他のビク州からもよくかける遣い過剰された。釈迦仏の入滅直前に、アナンが、チャンナをどう扱えばよいかと問うと、ブラフマダンタの罪法を犯した。アーナンダーは、それでも、チャンナは、気が荒く乱暴者であるから、その場合はどうすればよいか、再度尋ねると、普通は、大勢のビクを率いていけばよいと答えた。 しかして釈迦仏が入滅した後に、アーナンダーは500人のビクを連れて、高ンビーの合タエンに彼を呼び出し、つから伝えられた罪を申し渡した。彼はそれを聞き、気絶して倒れたが、それを機に心を入れ替え修行に励んだ結果、ついにカンカを得て、後に無余りハンに入ったと言われる。ありがとうございます。